はい、じゃあ文字盤の Q みたいなゲーム、文字を描く版の Q ね。何これ、あもう Q や、そういうことか。ステージを描くこともあると。 OK、 こういうパズルゲーハマっちゃったからね、スマホの。これむずくね。 K を、 O は行くから K を、このチョンボに触れればクリアです。このゲームは文字をチョンボに触れさせれば、こうやって書いたり打ったりして、とにかく触れさせるゲーム。こういうことね。 Q みたい。今度は書く番か。これむずいな。でもストッパーがあるから R とかでくるんでなって打たれる。こういうことだよ。めちゃくちゃおもろい。 Q やマジで。この合間をすり抜けるような文字が必要。 O じゃいけない。 O 連打で行ってみるか。脳死。あ、無理だな。幅が狭いのか。 C 連打も無理。 C 連打無理。もっとちっちゃい文字が必要。 I のこの上のチョンボでいけないか。いけあれできないやんこれ。今スペースが多すぎたか。一個ずつ開けていく。こういうこともできると。ね、無理無理。あ、もう積んだわこれ。いるか。棒だったりして。ああ、棒いけるかも。 Y とか。いかない全然。マジか。両方から L 攻め。いけ。もうなんかうまいこと。それいくやろ、それ。今いけそうだったね。これ時間の問題だろ。やり続けてたらいくべ、いくつか。乱数が。これダメか。絶対に同じ道をたどるのか、こいつら。J だ。J やってない、まだ。J かもしれん。みんな J かもしれんわ、これ。あ、J 行った、J 行った。J の上のチョンボだ。むずい、これ。マジでむずい。うわ、また難しそうなステージ来た。返しの下にあるから、また R 作戦でいける。返しがあるとこは R だな。これ O でいけるべ。俺、あ、なるほど。同時に触ってない。むっちゃむずい。同時に触ってないといけない。こっちにストッパーがいるわ、じゃあ。なるほど。じゃあ、ここ M にしとくか。M 滑らないから同時に触れる。すごいおもろい。マジやばい。何これ？また書くやつか。書くなら書けって言って。突然始まるんだけど。めっちゃむずくね、これ。ドミノにするのね。いや、めっちゃおもろい。概念がやばい。新しい概念。何これ？あー、上にあるわ。あそこにあるわ。ってことは、今の感じでいけそうじゃん。こうして、ずらして、いや、いけるね。あ、わかった。もう普通にこうやって、なんかこういうものを書けばいいんじゃない？そうです。こんな簡単だった。文字打つやつか。まあ、俺、下から O。O 打って浮かせれば、引くよね。さすがにわかるわ。うわ、上に上がるやつがあるから、O 打ってみるか。もう全部 O や、この世界は。O が正義。あれは行かない、全然。O じゃ行かないか。向こう側に倒れそうな文字。これでいけるね。これだったらいけそう。上に行った瞬間倒れるから、こっちは O でいい。これでいけるやろ。ナイス！そういうことね。ちゃんと物理判定をよく考えないといけない。これ O 連打でいけない、O 連打で。これ同時に触ってないといけないのか、また。でも、オーレンダーでいけるね、これ。あそこの文字がな、O じゃいけない気がするな、下。いやー、やっぱ同時に触ってないといけないわ。ここ M でいいか。これでいけるやろ、はい。M、使い勝手いいな。これむずい。幅が狭すぎる。絶対、O じゃ、O でいく。O でいくなら、もう、オーレンダーでいいやん。おー、これで、どうにかなるだろう。なんだかしがが起きて、はい、運です。これ何？むず。あ、これむずい、ちょっと。王者触れねえから、P やな、こういう時は。PPP。PPP！ いや、めっちゃおもろいや。OO。あ、むず。IOI。IO。IO かもしれん。いや。
IR だな、これ。ああ、そこで引っかかっちゃうか。Y。YO。あった。YOQ。これで押してもらおう。おお、落ちろ。おお、落ちたら前の滑り台で乗って、お前、左触れる。右触れる。よし、ナイス。頭が冴えすぎ。おい、まず、また線書くやつか。なるほど、ここだけだじゃ余裕やん。なんて余裕なんでしょう。オーレンダでいけないこれ。あー、滑り落ちんのか。なるほど、オーだと勢いがありすぎるのか。999999は邪魔級。最後一個いけそうじゃん。いや、難しくなってきた急に。 OOR 何やってんねん。あ、もう相攻めでいければ相攻めでなんとかなるだろう、これ。どっかしらかなんとかなる。ほら相攻めでいいんです。物量勝負。え、これどうなんの。なるほど、 P が I 押すから、これあのチョンボがチョンボを押してくれると。これむずくね。まあ上の2つはいいとして、下のチョンボ、あとこの防線、この意味やりげな防線をどうにか利用するんだろうな。下のチョンボがマジで無理だよな、これ。OO作戦っていくか。いや、無理だわ。まずここが無理。まあ、これは、何かしら1個で、1個でいけるか。あ、なにこれ？あ、チョンボは下だけか。なるほど。下のこの1個の四角のチョンボを触ればいいのか。このチョンボはなるほど、ただの物体だわ。なんて、難しいや、これ。いや、すげえ邪魔するわ、そしたら。これま、なんかトリッキーな方法があるんだろうな。いや、いけそうだね、R で。絶対このフックを利用する、利用できる文字があるんだろうな、どっかに。いやー、それを探すのがめんどくせえ。あ、いけそう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 。なんだ、あと N。N は、引っかかるだけか。あと何やってない ?F とか。いや、F 無理だろ、絶対に。お前じゃ荷が重い。H。あ、H いけそう、H いけそう、H いけそう。H いけそうだった今。なんか組み合わせたらいけそうだったな。これいけない、時間の問題じゃないのこれ。毎回同じ奇跡を辿んのかこいつらは。ちょっとの誤差でいけそうだけどな、もう。ほら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 。届きそうやで、お前。繰り返したらいけるだろ、いつか。覚えて学習して練習して、お前。いける、もうなんか、だんだん近づいてきてないこれ。俺の気のせいかこれ。俺どんどん近づいてきてる。もう、こいつ学習して、成長している。M か。お、M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 、すげえ。やっぱり適性はあるんだな。すごい M。M にちょっと尊敬すら、これから生活していく中で。M 見かけたらちょっと、頭下げちゃうかもしれん。なんだこれ。また描く系か。これでいけないかな。わーお、H と O で。あ、いけそうだよね、今。時間差次第だよ、時間次第。で、ここの O いらないんじゃね？あ、O が片方ないといけない。H だけで全部取れるやん、ほら。なるほど、同時に取んないといけない。じゃあ、O いるわ。めちゃくちゃむずいやん。もうここで H を止めちゃう。あ、いけそう、いけそう、いけそう。素晴らしい、すんばらしい。これは何？O じゃいけないな。うん、M。さすがに M、なんでも屋さんじゃないか。適当にやってみるか。あ、いけそうじゃん、いけそうやん。あ、なるほど。そういう動きすんのか。じゃあ、簡単やん。こっち P で、こっち Q にすればいいんじゃない？おらー。お互いが補完し合って。これは？オーレンダやろ。これ多分同時に全部触ってないといけないの、また。オーレンダでいけるな、これ。オーレンダ、P に押してもらう作戦。いや、意味ねえ。オーレンダ P。P もっと押してやれ、お前が、背中を。お前が押してやれ。いや、いけるやろ、いけるやろ。待つことが大事、マジで。触れるだろ、これ、頑張って。頑張ってくれ、ちょっとずつ来てる、こいつらは。一生懸命、一日一歩ずつ。あいー。待つことが大事。
あのチョンボが2個もあるね。おお、一発クリア。天才ですか？天才なんかもしれん、俺。才能あるな、これ、マジで。何これ？文字書けるけど、これ同時に触らないといけないね、また。ただ、高低差があるから多分、いっぺんに全部触るのめっちゃむずいよね。そうだよね。あ、いけそうだったね。なんかいけそうだったね、今。いっぺんに全触り。バーコード。バーコード作戦で。あ、いけるんかい。力技も必要です、時には。うわぁ、またこれ意外ががついてるからって、多分 C だな、これ。転がる力と、隙間がある物体は C しかないから。おら、C。おれ、おれ、おれ。全部お見通し。アルファベットの申し子。ん？これで余裕や。うわ、むず。道を作るか。